体が動いている。死に瀕していながら未だ人間に維持するとは、自らを思考の糸で操る一人形、糸を断ち速やかに消え去るがいい。その個体の目的はここに到達した時点で果たされたはずだ。確かにかつての私なら最終的にこれを目指したのでしょうね。それが果たされているのなら私の生存の意味はない。他人の手であろうと目的が叶ったのなら自らの手で消えるのが最も効率のいい選択だ。だが消え去るのはお前の方だ、シオン・エルトナム・アトラッシュ。いや、その状態の私ではそんな名前に執着はないのでしょうね。そうです、私は27層の一角、冥界を実現させる手段、オシリスの島。3年前ワラキアの夜によって飲まれたシオン・エルトナムは人間の命、それがタタリの機能を制圧し、ワラキアの夜より上位に移動したものだ。かつてワラキアは吸血鬼化を死の病と言った。私は奴に噛まれた時点吸血鬼として申請した。その時に奪われた私がタタリとして申請したのはお前か。お前は体が吸血鬼として生を受けたもの、私は体をなくして人間のままタタリの中で過ごしたもの。どちらも死を見た死者の王であり、共に同じ結末を求めている。同じ結末か。念のために聞いておきます、あなたが求める結末とは何ですか。同じあなたなら言葉にするまでもなく分かっているはずです。やはりそうきましたか。演算機としては正しいのでしょうが、機能としては三流ですね。申し訳ありませんが、こちらの私は進化しました。今の私はもうその悲観には至らない。私は超越者としてではなく当事者としてこの病と向き合うと決めたのですから。それは対価だ。明らかに生命の基準を下げている。いいえ、元からある機能をなくしてでも今の環境に合わせてより最適化していく、これを進化というのです。私に生まれた新しい感情は確かにシオン・エルトナムの性能を下げましたけれど、その代わりに新しい未来を手に入れた。あなたでは持ち得ない希望に満ちた結末の夢を。そうか、愚かだが否定はしない。ただ消え去るのに死を、冥界の砂は十分に機能を果たせる。今さら残骸であるあなたにもバレルレプリカの助けもいらない。望むところだ。私たちはどちらも3年前の私ではなく新しい道を歩いている。どちらがシオンの残骸なのか、それはこの戦いの結果が示すだろう。私はまだ残っている。はい、あなたはこの3年たたりの一部ではありましたが、リーズバイフィのまま分解されずに組み込まれていたのです。今夜のたたり、オシリスの砂が開ければ再びたたりの中に戻される。その前にたたりを破壊すれば、あるいはコンサート会場が潰れて、たまたま外に出ていた私は助かったということ。
けどシオン、それでも私は消えるんじゃないかな。だって私を生かしていたのはそのコンサート会場だったんだもの。はい、ですから今は私があなたのコンサート会場なのです。オシリスを破壊した後、彼女からあなたの所有権を回収しました。たたりの真似事になってしまいますが、私の分割思考のうち2つを振り分けることであなたをとどめているのです。じゃあ私はあなたの機能の半分を食い潰して生きているの？上級ソフト。驚いた。あなたの口からそんな単語が出てくると。というか今あなたの電源になってようやく分かったのですが、イーズ、あなたって本当はものすごくズボラで面倒くさがり屋で後先考えない困った人だったのですね。あっちゃん、バレたか。でもそれは周りが勘違いしていただけで嘘はついてないんだけどな。シオンは私の本性が分かって幻滅した？まさか。まあ多少は幻滅しましたが、100年の恋は冷めるというものではありません。大体前々からおかしいとは思っていたのです。もしかしてあなたは迷いがないのではなく、単に明日のことを考えていないだけではないか。うん、そう、私シオンと違って未来のことを考えるのは苦手なんだ。今があればいいって性格でね。なんかそれが達観しているように周りには見えたらしいけど。見えました。もう完全に騙されました。あ、違いますね。あなたに欺く気なんてこれっぽっちもなかったのですから。うん、それでどうする？シオンは私をどうしたい？あなたはもう私のものです。教会には渡しません。大体私の分割思考を2つも占拠しているのですから、それにふさわしい仕事をしてもらわないと。そうか、うん、それで行こう。教会から離れるのは残念だが、誰かを守るという仕事が変わらないのなら嬉しい。契約成立ですね。では行きましょうか、イーズ。まずはこの町で知り合った友人たちにあなたを紹介しなくては。